ひとりちゃんです。けんちゃんです。けんちゃんです。りくちゃんです。僕たちの遊び場。これ、運勢占いで最下位やったじゃないですか。で、鈴の願いって言って開いて、ゆうたろうととりさんがお土産で、これいいんちゃうって言って。それ、随遊寺のやつなんで。随遊寺のやつ。めっちゃいい音する。で、たまたまおじいちゃんが遊びを見てて、最下位やったよ。奈良の神社で鈴買ってきたから、毎日これ振りなさいって言って。ちょっとでかい。吉野神宮ってところ。玄関につけとったらいい。あ、確かにこれ玄関だ。ということで今日はですね、どういうことやろ。質問コーナーやるはずだったんですけど、その中でちょっと一つ面白いのが来たので、ちょっとその話をしたいんですけども、 2.5 次元範囲の結婚増えてますが、皆様の結婚観をお話しいただけますでしょうか。皆さんの結婚式は遊び場さんで生中継お願いします。写真だけでは報告してなしですよね。言えよ。静かさんからいただきました。予約してくれるんでしょ。あ、そういうこと。結婚式で全部来てくれる。じゃあ僕でお願いします。ファミリーも全部呼んでくれるし。確かにね、その 2.5 次元俳優多いですね。結婚乱視ですけど、まあ、一応人間やからね。まあまあそうだね。いい年だし、みんな。え、でも鳥越さん的には年齢今今年はもうすぐ31になるか。そのまあ先輩がさ結婚していくのは分かるけど、自分より年下の後輩が結婚していく気持ちってどういう気持ちですか。めちゃくちゃ嬉しい。先生派なんだ。だって LINE ギフト送ってもうた。腹のくくり方もかっこいいよね、やっぱり。かっこいいっすよ。いや、素敵やと思うよ。まあ鳥ちゃんとか絶対そうだと思うんだけど、仮にいい人がいたとしても、もっといい人に出会えるんじゃないかって多分少なからと思うよ。なんでそれ、トリちゃんもそう思うんだけど。一致してんの。なんだお前。ゆうたろはまだいない周りに。同年代の結婚って。結婚って知ってる？契約っていうイメージ。契約、まあ、まあ、契約と思ってる人もいるかもしれない。そういうドラマもあったけど。まあ、恋愛はさ、口約束じゃないですか、言うても。みんなに言っちゃっていい？ゆうたろも。ちょっと結婚の話になった時に、僕は別居婚がいいですって。最近多いじゃないですか。いや多いけど、そうなんか最初からそれ望むって。いや、なんか結婚って新鮮度が落ちてくじゃん。恋愛したこともねえやん。会いたい時は会えるし、でもそれぞれプライベートとお仕事あるから、そういう時は一人ずつでみたいな、そういう常に時々が欲しい。まあでも俺らやっぱまだまだ結婚のことわかんないんで、ここに詳しい人本日お呼びしました。え、マジ、はい、結婚に詳しい。一番デスラックってお前、旨味があるかわからん登場させます。結婚してる人と詳しい方が来てくださるということで、じゃあちょっとお願いします。最悪の電車、背中も見とるわで、まあ、結婚のことなら何でも俺に聞いてください。乗ってきた。乗った。来たわ。牧島です。ナイステンション。いや、ナイステンション。いや、次に報告する人ってわけじゃないですよね。あ、それはわかんない。それはちょっとわからん。あ、触れちゃダメなんだこれ。まあまあまあ。でもこの後まああるかもしんないけど、まあ一回ちょっと結婚のことだと思う。お前はここ3年絶対ない。たまたまこの話をする時のゲストがヒカルだったんだけど。憧れはありますから。そうだよね。向こうは知り合いの。僕はなんかもうテニスでまずもう一緒で。あ、そうですか。テニスか。一緒にもう地方とか行って。ヒカルは地元の友達とかと結婚増えてきた。そうっすね。なかなか同い年の友達は結構結婚して子供いたりとか。そうそうそう。やっぱ大学行ってる人と結構そこから付き合って。そうだね。でもね、周りで大学で付き合ってたやつは大体社会人1年目で別れてる。環境が変わってさ、お互いまた新しい出会いがあったりとか。でもね、そういうとこで支え合える人を見つけたらもう早いっすよ。そういうことな。お前何言うてんの。結婚のことだから。そうやった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 。そう、結婚のプロだから。プロっていうかマイスター。自分でどんどん作り上げるやつもあるっすね。でもあれっすね、結婚発表とかある中、健介くん、あの高橋健介も知ってましたね。トレンドにね。まあ年明け僕鳥越さんと初めてお会いしたんですけど、ね、第一声怒られました。なんでなんで。すなお前、最後に目立つな。先輩の結婚のより目立つな。でもこの後可愛いのが、自分でツイートする前にケンスケ君ならグループライン一回確認くるんですよ。そう、これでいいかな。いいからね。俺らはカーテン変わったじゃないで。ちゃうね、もうフィルターかかっとんよ、もうボイスに対して。じゃあでも結果としてなんかちょっと目立ったんですけれども、結果じゃない、もうずっとトレンド。ご本人からですね、マリオさんご本人から、まあ、本当にありがとうみたいな、めっちゃ面白かった、嬉しかったって来てくれて、マジで涙出そう。いやでも懐の広い人だからよかったけど、俺だったらぶち切れ。
地面にもピターン本当にそうよ。すごいいい人だなって改めて、なんかめっちゃ株が上がった。確かになんかかっこいいなと思ってたけど、あめっちゃかっこよかったねこの人って改めて思った、ね、でもね結婚式だったらどっちがいい、和か洋か。あー僕はやっぱ神社好きやから用あらなんで何の間違い。あとコーヒー3杯ぐらい飲んでカフェイン確かにワースね、でもさ役者とかってさどこまで読むかって悩みにぶつかると思うんだよね。式にってことですか。えそう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 、はい、するかしないか絶対もう今パン誰もうえもう身内だけだってもう酒ばっか飲みようやろただね確かに確かにそんなもん読まれるよ。何すんねん俺にフラッシュモブやらせてください。絶対やらさフラッシュモブ。フラッシュモブ。フラッシュモブ。式であんまやんないよ。やりたいから。行くみとかだって奈良であげそうだよね。あもうせっかくやったら奈良であげたいです。奈良の神社とかあげたい。じゃあ相手が全然奈良じゃない北海道の人とか沖縄の人だった場合、北海道であげたい沖縄であげたいって言ったらどうする？どっちもやりたい。あ二回。ああなるほどね。なんで遊び場でもやるから。三回やない？いや親族的には舞台だろ。間違いないな。親族は遊び物は呼ばんよ。ミラールミラールはミラール絶対呼ばん。ミラールって同い年もいるからいいから。別に光の友達ではないからミラール。えこの始まり方すごいっすね。すごいよ。用意はいとかじゃないっすスッと入ってた。シャーマシュー。